い、ということでね、本日はこれ後ろ見てください、おしゃれな街並み、石川県は金沢市に来ております。なんで金沢市に来たかと言いますとですね、この辺でなんかレーザーが作れるとこがあるんじゃないかななんて思いながら、ふらふらこうやって大阪から歩いてきたわけなんですよね。ほんならどっかにあるんちゃうかななんて思ってたらしたらですね、特にレザーというと多分お好きな方とかやったらですね、大体3つぐらい出てくると思うんですけど、そのうちの1つめちゃくちゃ有名なルイスレザーっていうのが取り扱ってるのが、なんとこんなとこにたまたまあったんですよね。なのでこちらの方に入っていって、ちょっとルイスレザーの方を見させてもらおうじゃないかというところで行きたいなと思いますので、お邪魔します。こんにちは、スカンダの音島と申します。よろしくお願いします。音島さんです。よろしくお願いします。お願いします。いや、すいません、2階の方どうぞ。はい、音島さん来たのもルイスレザーですよね。あ、そうです。うおすげえ、おぉ、オートコーって感じ。うん、これ T シャツとかも全部やん。すごい、ルイスレザーって入ってる。あ、こことかも。おぉ、これこれ、言うてたやつ。ちょっと近くの見てみてよ。はい、すごい、なんか本物のレーザーって感じ、中が赤いのが。そりゃそうやろ。これさ、芸能人とかやったらさ、芸人の小峠っていう人着てたりとかさあとはさ、我らがキムタクも着てたし、ヤマピーも着てたし、松潤も着てたし、めっちゃ有名な人ばっかり着てる。ですよね。そうですね、皆さん着てもらってます。じゃあ俺も一回オーダーみたいな感じでやってみましょうか。あ、芸になる先に、うん、すいません。じゃあちょっと軽くオーダー的な感じの流れ教えてもらってもいいですか。はい、わかりました、はい、すいません。当店で選んでいただけるのが、まず、まあ、これだけジャケット並んでる中で、まあ、大きく変わってくるのがモデル、まあ、いろんなモデルがあるので、そのたくさんの中から、モデルを選んでいただく。で、あともちろんサイズですね。サイズも選んでいただいて、あとはレザーの種類、今ルイスレザーズでは5種類レザー展開してます。で、それぞれ特徴をお話しさせていただくので、その中からお好きなものを選んでいただいてオーダーっていう形になりますね。で、あとは少し細かいところがいくつか決めれるので、その辺を順にちょっとものも見ていただきながらご説明させていただければかなと思います。なるほど。僕はダブルがいいんですよね。ああ、そうなんですね。できればルイスレザーといえばっていう感じですよね、はい、そうですね。ダブルライダースがやっぱり人気になりますね。このタイプ、この音島さん着てはる。これがダブル。これが、うん、ふーちなみに黒とかも持ってはるんですか。僕は実はまだこれだけなんですよ。あ、そんなに、はい、初っ端この色って。確かに、そうですね、ターコイズに行くっていう。すごいな。ただ皆さんやっぱ言っていただくのが、色物最初に行くと黒が欲しくなります。ですよね、はい、ちょっと僕は無難に黒で、はい、ちょっとダブルでちょっと一回行きたいなと思います。あ、ぜひぜひ、もうその方がおすすめ。説得力あるな。今回ちょっと30数着ご用意させていただいている中で、はいはい、この上のラックの方、これが、ライトニングっていう形になります。で、こうルイスレザーの中でも一番こう有名なモデルになるんですけど、こうフロントがポケット4つついて、うんうんうん、ここのバックル結構フロントにインパクトのあるデザインになってますね、うんうんうん、で、後ろもヨークって言われるここの、角の立つようなパーツがすごい特徴的で、こちらも人気なモデルになってます。で、あともう一つライトニングと並んで人気なのがこちら、サイクロン。これ今着てはるやつですよね。そうですね、僕もこちらサイクロンです。何が違うか分かる？なんかそのなんかごちゃごちゃしてない。なんかここ見たらよく分かるやん。これがさ、あるやんか、さっきのやつなかったやんか。そうですね、さっきもこんな感じ、うんうん、やっぱこうやって比べたら違うよな。本当だ。そうですね、こっちの方がかっこいい。ポケットの数もこっちが1個減って、こっちの方が1個多くなりますし、うんうんうん、シンプルなのはやっぱこっちの方が、うん、そうですね、シンプルか。一回着てみてもいいですか。あ、もちろんですよ。見てる感じはどうなんやな。こっちの方がかっこいい。こっちがかっこいい。はい、失礼します。さて来ました。うわ、初、うわ、すごいな、これ重量感。革着てますって感じ。今これ中にいっぱい着といた方がいいなと思って、うん、T シャツにニット着てんねやから、なんなら T シャツ1枚の時やったら楽勝や、うん、と思って一応着たんですけど。ごつい感じなんや。これはもちろん革のあれにもよりますもんね。そうですね、レザーの種類によって着心地も変わってきますね。
で今拓三さんちょっと着心地いいっていうところでちょっとお言葉いただいたんですけど、はい、ルイスレーザーズのこのサイクロンライトニングのモデルでは、はい、ライニングって言われる内側の生地、はいはい、そうですね、今見ていただいてる黒いこちらナイロン地になるんですけど、はい、この裏地が3種類選んでいただけます。でそれぞれ、レッドキルティングっていうものと今着ていただいてるブラックニットナイロン、うん、でちょっと僕のこの着用してるチェック柄って3種類あるんですけど、イギリスっぽい、それぞれでこう着方サイズ感同じでも内側の生地によってちょっとボリュームが変わってくるっていうところもあるので、その辺もお選びいただけますね。ルイスレザーといえばこう赤っていうイメージですけど、そうですね、そうなんですかね、はい、これもう一個そのごちゃごちゃしてる方一回着てもいいですか。ごちゃ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 失礼なライトニング着てみますか。はい、すいません。これが音島さんみたいにさ、うん、この柔らかくなってさ、この、うん、垂れてる状態ってかっこいいんだけど、立ってる感じ、最初から硬いからさ、こうビョンってこうなって、うんうん、着込まなあかんね、うん、だいぶ着込まなあかんね。ちなみに16万17万が高いという方は、例えば、うん、スマホの方もね、スマホ計算だ、ケースなんかもありますよ。マグカップなんかもご用意させていただいておりますので、マグカップはね、うん、いいねいいね。では、先ほどと同じサイズの、はい、ね、ラットランドシープスキン、あ、失礼しました、はい、シープスキンの38インチライトになります。あ、ちょっとやっぱり中がきついな、めっちゃ、はい、モデルによって若干サイズ感も違うので、まあ、どちらかというとこちらのライトニングの方がイメージとしては形はこう逆三角形のような、うんうんうん、このウエスト周りがより締まった感じになってますね。確かに肩が俺入ってないね。わかりました、これ着させてもらってわかったんですけど、はい、さっきの形の方がいいですね。あ、本当ですか。はい、早い、申し訳ないです。よかったらもう一個上のサイズこちら着てみますか。あ、そうですね、硬いですね、はい、あ、なるほど。あとはまあ形の問題よね。そうですね、サイズはさっきよりそっちはいいかもね。なんかシンプルっちゃシンプルな気もするけど、うん、こう着てみたらあんま気にならんちゃ気にならんかもしれんし、うん、あとはもしよかったらその実際に着用していただく中でジップを締めるっていう機会も出てくるかなと思うので、ちょっとそこもやってみていただければ。苦しかったら言ってください。音島さんからめちゃくちゃ無条件のいい匂いがいいの。まあレザーなのでゆっくりですけど少しずつ伸びも出てきますし、体に馴染んでくることにはなってきますね。こういう着こなしにもしていただけるんですけど、まあこれがよりこうダブルのイメージにイメージしやすいものになっていくかなと思いますね。そのライトニングはその背中のバックヨークって言われるパーツもかっこいいので、そうですね、ここですね、この切り替えがライトニングの特徴の一つでもありますね。サイクロンになるとこう僕の見ていただくと縦のラインになってくるので、ここの見た目のインパクトも変わってきますね。こんなにルースレザー並んでるのってあんまないですよね。そうですね、僕たちもこう今も結構在庫としてオーダーしても納期までイギリスで全部制作してから届くんで、まあ、3、4ヶ月ぐらいはかかってくるので、一度にこんだけの量を用意するのはなかなかレアなケースですね。すごいね、これ全部でだって何百万であんねんから。ああ、そうか、もう20万、20万、20万、確かに30何着かあるんで600万オーバーぐらい割ります。ね、すごい、車1台分。じゃあちょっとシープスキンになるんで、先ほどの柔らかいタイプになりますね。あ、うまいですね。でタイトフィットサイクロンのシープスキン42インチっていうサイズになります。さっきのやつでお願いします。はい、形は先ほどの、すいません。いや、ここを決めれたらちょっともうでかいよ、だいぶ。あ、そうなの。もう自分では決めかねへんかったから。ではモデルは先ほどのタイトフィットライトニングの方で、うん、そうですね、はい、ではちょっとここでまたややこしい話になるんですけど、はいはいはい、実はライトニング同じ名前で2つ種類あるんですよね。はい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 、でそれをちょっと選んでいただきたいんですけれども。へえ、知らんな、はい、でこれが一番スタンダードなライトニングなんですけど、はい、形は全く同じです。あ、へえ。じゃあ何が変わってくるのかっていうと、先ほどのこちらの2本ずつのベルト、はい、前向きから後ろ向きに変わります。はあ、はい、なるほどなるほど、こっちがいいです。こっちがいいです。はい、いや、傷に決めるの。うん、いや、こっちがいい。へ、もう見た感じがいい。ライトニングの形が好きなんですけど、ちょっとやっぱりインパクトが強すぎるっていう人とかは 402T って言われるこちらのモデルが人気です。レザーの種類
によって実は少し変わってくるんですけど、一番スタンダードルイスレザーズの基本と言われるのが、シープスキンとホースハイド、まあ、羊と馬ですね、うんうんうん、その2種類で、173,000円。こっちがホース、はい、でこちらがシープスキン、羊になりますね。柔らかいね、なんか柄もやっぱ違う、柄っていうかやっぱ違うね、全然質感が。そうですね、うん、ホースはこうツヤ感があるような感じになりますし、一、うんうん、回ちょっと素人ながらに触ってみよう。え、もう足も素人やねんけどさ、わかる？こっちの方が柔らかい。うん、それ言うてん、だから。あ、これ太田島さん着た反応は何度ですか？はい、僕はホースハイド、馬側になります。こちらラットランドシープスキンっていう種類になってまして、まあ、先ほどの、羊やけど、そうですそうです、先ほどのシープスキンと比較していただくと、こういうシープはどうしても脂肪感って言われる、最初からこうシワが、はい、あるんですけど、これがないシープスキン、ちょっと特殊な感じ、そうですね、綺麗に着ていただけるシープスキン、もう柔らかい、どっちにしても柔らかいねんけど、このボコッとした感じが好きな人もおるやん。そうですね、あんま好きじゃない人はこっちの方が綺麗めやろうな。うーん、この素材までこだわるっていうのが男のあれよ。分からんな、うん、今これで全然ちゃうで、ルイスが展開してる5種類のレザーです。一回触ってみて。はい、ぐしゃ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 。これめっちゃ柔らかいね。ってなると、このシープの脂肪ないバージョンか、はい、こっちかどっちかなっていう感じです。カウハイド、そうですね、ちょっと両方着てみてもいいですか、はい、シープのこの脂肪ないのとカウト、はい、ちょっと俺もまあバイカーやしさ、バイカーって免許持ってないやん、ことを考えなかん。まあこれから免許取りに行くねんけど、ね、そういうのも考えたらカウでもいいかもしれないな、見た目から入るタイプ、うん、でも全然違う形のバイク乗ってんねん、なんやろうけどな、そんないかついアメリカンとかじゃなくて原付きだってかもしれない。カブとか乗っていくかもしれない。あ、でもこれ、こう伝わるか。イメージね、イメージだけ。おじいさんやん。こちらラットランドシープ、ちょっとサイクロンになるんですけど、はい、2年ぐらい着込むとこんな感じになります。あ、すっごいな、すごい柔らかいね、やっぱり体に沿ってる感じする。うん、マットでそれもかっこいいね。うん、あ、これでお願いします、こちらで。、はい、よかったね。ありがとうございます。結構なんかバイク乗ってないですけど革ジャーンって声もあるんですけど、いや全然いいじゃないですかっていうご紹介をさせてもらってますね。こちらの胸のパッチですね、はい、このパッチがルイスレザーズらしい、うんうん、このアイコンになるんですけど、この形が実は丸か四角っていうのが選べます。へえ、四角にしたらオーダーって分かんないすぐ。あ、そうなんだ、うん、絶対みんな四角にしたいじゃん、オーダーする人は。でもそれをあえて丸にすることもまた良かったですね。あ、そうなんだ、分からんな。はい、こちらちょっと赤いレザーになるんですけど、四角いパッチですね、うん、あ、なるほど、ほなじゃあ丸で。はい、丸 で、 へで、こちらのジップテープって呼ばれるパーツで、はい、このジップのサイドの布の部分、あ、はい、これがスタンダードはブラックなんですけど、はい、ベージュっていう選択肢があります、うんうん、こちらですね。なるほど、なるほど、はい、でこう袖も同じようにベージュになってきます、はい、あ、俺ベージュないと思ってたけど意外とありかもしれないですね、こうやって見たら。そうですね、ブラックのレザーだったり、あとブラウンレザーホースとかにあるんですけど、その辺だったら結構このベージュっていう色も合いますね。あ、まあでも意外といい色やなと思って、うん、じゃあブラックですみません、はい、お願いします。ブラックの方で、はい、あとですね、内側の生地、うんうん、で赤いキルティングの場合は袖の内側は金色のサテン地ですね。で金色のサテン地になるといいのは、例えば半袖の上とかに着用されるとちょっとこうサラッとしたような肌触りになるのと、まあ、赤いキルティングっていうこうイメージがとても強いと思うんですけど、まあ、やはり一番人気はこのタイプになってますね。まあ、こちらも多いオーダーになるんですけど、ブラックニットナイロンって言われる素材ですね、うん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 、でこちらの場合は、全部統一になるので、袖の内側までブラックニットナイロンっていう統一になってきます。なるほど、はい、であともう一つ、ちょっと僕のジャケットしかないんであれなんですけど、あのスコティッシュレッドタータンチェック、いいですか触って。はい、もちろんです。あったかそう、ニットみたいな感じだ、触ってみて。失礼します。あ、本当だね、うん、ちょっとこういう茶色のサテンですね。迷っちゃうね、でも可愛いね、確かに、うん、可愛いね、うん、チェックも良かった。僕のやつですけど着てみますか。いいですか、はい、
これですね。すみません、これでお願いします。あ、了解です。はい、よかった。音妻モデルにした。すみません、ありがとうございます。はい、そしたら裏地の方はチェック柄で。はい。はい、基本的にはこちらで、うん、オーダーの内容が完了っていう形になります。はい。はい、じゃあすいません、お会計失礼します。お支払いカードで。あ、はい。はい。じゃあ一回お願いします。一回で。はい。うん、この辺でなんか美味しいランチとか晩ご飯とかありますか？あ、ちなみに何がを食べたいとかありますか？魚。うん、でも美味しいのだったら何でも食べたい。まあ、一つちょっとその郊外といいますか、ちょっと石川県県外から来られたらよくおすすめさせてもらってるのが松尾っていうお店。まあ、そこはすごいちゃんとその季節料理とかも含めて、あの料理もすごい綺麗ですし、でもちろん味も間違いないので、まあ、おすすめしているところで、まあ、この近くで片町ってまあ夜繁華街あるんで、はい、あのその中で僕がお魚を食べに行こうかなってなったら夜になるんですけど、カブナさんっていうお店。西側は、はい、カブナさん、なんかまあお魚とお酒とっていうのは結構美味しく出していただけるかなと。ははは、美味しそう。ちなみに昼とかはどんな感じなんですか？お昼ですか、はい、お昼は金沢のなんかローカル食堂みたいなところもいくつかあるんですけど、はい、正直そんなこう綺麗なお店って感じじゃなくて、お父ちゃんが急にすぐパンって料理を出してくれるところで、あの宇宙犬食堂ってこの近くにあるんですけど、はい、もう昔ながらの食堂ですね。なんかうちのお客さんとかだったら男の子で何人かでわーって遊びに来て、ちょっとサクッと昼飯食っていきます。わー、いいな。ルイスオーダーちょっと途中迷うから一回ちょっと回してお腹戻ってくる行くみたいな、うん、いい、美味しそう。いや、多分この今回の動画見てもらって、うん、お父島さんのこの見た目の、うん、ちょっといかつそうな感じって失礼かもしれないけど、うん、いかつそうな感じじゃなくて、実はめっちゃ柔らかいっていう感じが、あの YouTube とかもされてはるんですか？そうですね、今お店の方で YouTube やってます。だからなんかスカンドさんの方でも YouTube やってるんで、動画説明欄下載してるんで、気になる方そこから見てもらったら、お父島さんが喋ってはるんですか？そうですね、僕とあのもう一人のスタッフと二人で喋ってます。なんでよければ見てみてください。お願いします。小戸島さんがあの、はい、ずっとこれからもしばらくいてはんねやったら、いつかあの、はい、戻ってきますんで。ああ、ぜひ。ルイスレザーを何年か来て味出して、はい、ちょっと小戸島さんこんなになりましたみたいな、はい、何かの縁やと思うんで、はい、すみません、ありがとうございます。はい、じゃあ、またあのジャケットを。はい、ということで、こちら購入してきました。こちら購入してきました。どうでしたか？楽しかったね。いろいろ一から選んで、また3ヶ月後にか4ヶ月後とかにできるらしいから、まあ、イギリスからまた送ってくれるって感じなんで、また届き次第レビューしたいなと思うんですけど、まあ、今回ルイスレーザーをオーダーしてみたという動画になってます。ではまた動画、別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。